本書七不思議のうち、置いてけぼり三代目、歌川国記、が置いてけぼりは、本上舞台とした、本書七不思議と呼ばれる木団、階段の一つで、全員エピソードの中でも、落語などに多用されて、有名になった。置き去りを意味する、置いてけぼりの語源とされる。江戸時代の頃の本上付近は、水路が多く、魚がよく釣れた。ある日仲の良い町人たちが錦糸町あたりの堀で、 釣り糸を垂れたところ、非常によく釣れた。夕暮れになり気をよくして帰ろうとすると、堀の中から、置いていけという恐ろしい声がしたので、恐怖に駆られて逃げ帰った。家について恐る恐るビクを覗くと、あれほど釣れた魚が一匹も入っていなかった。この話には他にもなどの派生した物語が存在する。東京の堀切駅近くの地にもかつて置いてけ堀と呼ばれる池があり。 ここで魚を釣った際には3匹逃がすと無事に帰ることができるが、魚を逃がさないと道に迷って帰れなくなったり、釣った魚をすべて取り返されたりするといい、千獣七不思議の一つとされた。また、埼玉県の川越地方にも、置いてけ掘りという場所があり、やはり魚が多く釣れるにもかかわらず、帰ろうとすると、置いてけ、置いてけとの声が魚を返すまで続いたという。 本所の置いてけぼりの怪異の正体は、諸説ある。根強いのは、カッパの仕業という説とタヌキの仕業という説である。カッパ説は、本所の隅田川のほか、向島の源が森橋、江東橋の近締彫り、仙台彫りなどに、カッパの伝承があることが根拠とされている。タヌキ説は、隅田川の七福神巡りの中の田門寺に、タヌキ塚が存在することから、タヌキには、 存在感があることが根拠とされる。本書な不思議には狸にまつわる話が他にもあり、近づいても林の音の主がわからないという、狸林、正体を狸とした、明かりむそばや、足洗い亭の絵像紙も描かれている。置いてけぼりの狸が、足洗い亭と同様に屋敷から大足を突き出す、怪異を起こしたとの話もある。お魚博士として知られる。 水産学者の末広康尾は置いてけぼりを科学的な面から考察し、淡水魚のギバチが太表の棘で大きな音を出し、実際にその音を化け物と思って驚いた人がいた。ことから、置いてけぼりの会議があった時代にはそうした堀にもギバチがいたものと推測し、魚が盗まれるのは野良猫の仕業の可能性が強いと述べている。他にもカワウソ。 無事な、すっぽんによる仕業などと様々に言われており、追いはぎによるものという説もある。付近は、隅田川川口の停止地を江戸期に開いた開拓地で、当時も水はけが悪く吉原や淀みも多かった。木団はその完成年間に創作されたと言われている。清澄通り沿いの日本大学第一高等学校前に、墨田区による史跡案内板が置かれている。 墨田区高等橋の近視堀公園には、カッパ像が建てられている。ありがとうございます。